はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、本日から来ております、新しいガチャですね、アイコニックモーメントという呼ばれるガチャがね、登場しているということで、とりあえず本日ですね、来ている全選手のレベルマッチ紹介、やっていきたいと思いますので、そちらの模様ね、しっかり見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。どうぞ。まずはですね、無料でもらえるマラドーナに関してなんですが、やっぱり無料ということでですね、やっぱりレジェンドのマラドーナの方が強いかなという印象ですね。まあ、ただスピード、そしてキック力、スタミナ、あとはディフェンス系の能力値が、レジェンドよりは高いという形にはなっておりますけども、まあ、レジェンドのマラドーナ、えぐいですね。改めてなんか能力値表を書いたりね、していたりもしたんですけども、いや、能力値本当にえぐいもの持ってますね。まあ、ただスタミナの部分がね、77なので、ここが若干ネックな部分なのかなと思いますけども、本当に、強いもの持っているかなと思います。で、プレイしたら、両者ともナンバー10ということで、今回のね、マラドーナに関しては本案が4っていうところはかなりネックな部分かなと思いますので、やっぱり、この2人どちらかを使うかってなったらやっぱりね、レジェンドのマラドーナの方なのかなという印象ですね。で、続きまして、バイエルンの方からですね、エウベル選手ということで、センターフォワードの選手となっておりますけれども、1レベとね、レベル馬のね、能力値を紹介していきたいと思いますが、ご覧の通りとなっております。まあ、そこまでね、めちゃくちゃなんて言うんでしょう、外役というわけではないんですが、まあ、ある程度の能力値持っているかなという印象ですね。オフェンスセンス決定力95、93、ここら辺高いですし、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープも高いので、プレイスタイルのボックストライカーと合わせまして、ここら辺はかなり高いものを持っているのかなと、いう印象ですね。まあ、ただ、ボックストライカーということなので、スピード瞬発がね、83、81、両者ともにですね、80代ということなので、そこまで足の速い選手ではないんですが、ということな、形になっております。で、逆足の左足はね、ともに4なので、かなり使えるかなという印象ですね。で、コマは6ということで、レベマ総合値は94までいきますね。で、スキルはヘッダーだったり、ワンタッチシュート持ってるというところはかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルはボックストライカーということで、続きまして、ゴールキーパー枠でカーンですね。来ましたね。オリバー・カーン選手ということで、ご覧の通りの能力値となっております。まあ、カーンに関しては、後半8っていうところはかなり評価できる部分ですし、レジェンドからですね、クリアリングだけですね、カンストしていないんですが、他が全てカンストという形になっておりますので、かなり強いね、ゴールキーパーの選手になってくるかなと思います。まあ特に個人的にね、今作は守備的、ゴールキーパーっていうのが本当に重宝しているようなね、印象もあるので、今回のカーンはですね、まあ能力値、底上げとなっておりますし、かなり、使われる方増えてくるんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、ルンメニゲということで、今回のね、このアイコニックモーメント、こちらのガチャでの、まず当てておきたい選手かなと思いますけども、自分のね、ルンメニゲはレジェンドで、スーパーサブ持っているんですが、そのスーパーサブなしにしても、このルンメニゲ狙っていきたいところかなと思います。で、あとはユニフォームをですね、バイエルにすると、能力値も上がるということもありますので、このルンメニゲ本当に欲しいですね。まずオフェンセンス、95でかなり高いですし、ドリブル能力はやっぱりね、高いもの持っているかなと思います。で、決定力も90代後半乗せましたね。で、スピード瞬発も97、94、ここら辺もね、プラス1ずつで底上げとなっておりますし、スタミナもですね、プラス4で90代乗せたっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。後半もしっかりやれるっていうところを考えるとね、めちゃくちゃいいところかなと思いますけども、逆足もしっかり使えて、後半7っていうところもかなり評価できる部分ですよね。で、スキルはですね、もともと7つだったんですが、そこに足裏コントロール、コントロールカーブ、逆転子がついたということで、特にコントロールカーブ追加っていうところはかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルはラインブレイカーということでですね、本当にルンメニゲ選手ゲットしていきたいところかなと思いますね。で、あとはですね、このユニフォームをバイエルにすることによって、まあ、それぞれのね、チームのユニフォームにすることによって、能力値がですね、上がったり、するんですけども、このルンメニゲ選手に関しては、バイエルのね、ユニフォームにすることによって、総合値が100まで上がるということで、センターフォワードでですね、総合値が100まで上がりますので、まあ、その見栄えという面で見てもルンメニゲ選手欲しいですし、能力値上がってしまうので、めっちゃめちゃくちゃ欲しいところかなと思いますね。ぜひですね、ルンメニゲ当ててみていただきたいと思います。
で、続きまして、イニエスタ選手ということで、イニエスタも来ましたね。チャンピオンズリーグの、試合からアイコニックモーメントということで、しっかり登場ということになっております。まあなんか相変わらず、まあ何回もね、言いますけども、本当にこの選手が、J リーグでやっているっていうことが、まあそれをもう目の当たりにしているっていうところもですね、貴重なね、経験なのかなと思いますけども、アイコニックの方のですね、イニエスタはご覧の通りの能力となっております。ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、そしてグラウンダーパスすべてカウントということで言うことないですね。で、フライパスもしっかり90代後半あるということで、まあ通常のイニエスタがですね、こちら黒のJリーグガチャで、ゲットできる、イニエスタなんですけれども、決定力がプラス13ということで88あるんですよね。ここら辺かなり評価できる部分かなと思いますね。で、スピード瞬発は80、85ということで、ボディコントロールも90代後半97ですね。で、通常から見てもスタミナがね、プラス17で90代乗せたっていうところがかなり評価できる部分かなと思います。まあ普段からイニエスタ使っててですね、スタミナが本当にないなという印象でしたので、このスタミナ持っているというところはかなり評価できる部分かなと思いますね。で、まあ後半がね、5ということで、もう少し上げてもよかったんじゃないかなと思いますが、後半はね、5のままという形になっております。で、レルマ総合値は驚異の97ですね。このレルマ総合値もね、本当にね、高いもの持っているかなと思いますけれども、スキルはですね、まあダブルタッチだったら本当に有能なスキル持っているんですが、足裏コントロール通常で持っているんですが、そこがなくなって、ノールックパスが追加というような形になっております。で、プレイスタイルもですね、ナンバー10と、そして今回2列目ということなので、本当に2列目のね、有能な選手になってくるかなと思いますね。でですね、前回のレジェンドのね、イニエスタと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りとなっております。まあ、オフェンスエース決定力しっかり上がっておりますし、全体的なね、能力値も底上げとなっております。そしてスキルにですね、ダブルタッチ追加点になっているというところがかなり評価できる部分かなと思いますので、レジェンド使っている方はですね、ぜひこちらに乗り換えてみてもいいのかなというところですよね。まあ、今週に関してはですね、まあ、レジェンドのイニエスタね、アプリの方ではまだ登場していないですし、このイニエスタのね、前世紀というか、まあ、最も輝いた瞬間のイネスタぜひゲットしていきたいところかなと思います。まあ本当にねガチスカ企業ワンチャンありですので、ぜひ狙っていただきたいところかなという印象ですね。で、続きまして、同じくバルセロナの方からプジョルということで来ましたね。レジェンドのね、プジョルもいるんですが、まだね、そのプジョルは登場していないんですけども、こちら、アイコニックの方でまず登場ということになっております。で、能力値ご覧の通りですね。強いですね。これはジャンプ、フィジカルコンタクト、ここら辺しっかりありますし、ボールダッシュとアグレッシブネスも98、99あるので、めちゃくちゃ強い選手になってくるかなと思いますね。で、スピード瞬発も83、86ということで、コンワン8ですね。ここら辺もかなり評価できる部分かなと思いますね。で、スキルはヘッダーワンパだったりマンマークインターセプト用いてておらかなり評価できる部分ですし、センターバックでスキル10個持っているのはえぐいですね。で、適正ポジションもですね、右サイドバックもいけるということで、個人的にはね、ワンパだったりね、インターセプトっていうところを考えると DMF 起用とかもね、ウイルの中ではかなり良かったんじゃないかなと思いますけども、まあセンターバックと右サイドバックは攻撃性、左サイドバックは水適性となっております。プレイスタイルはハードプレスということで、ルンメニゲに引き続きプジョルも絶対ねゲットしておきたい選手なのかなという印象ですね。で、続きまして来ましたね、チャビということで、チャビはですね、通常のまずウイレの方ではですね、アジアチャンピオンズリーグの方でチャビがですね、搭載されておりますので、そちらのね、チャビと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りとなっております。まあ、オフェンスエースヘディングがですね、こっちここら辺マイナスなんですけども、まあ、ほとんどプラスなので、やっぱりアイコニック強いですよね。で、ボールコントロール、ドリブル高いですし、やっぱパス系99、97ですね、ここら辺のパス系の能力は本当に高いものを持っているかなと思います。で、スタミナは86ということで、まあ、スタミナが若干気になるところかなという印象なんですけども、スキルはですね、アウトスピンキックが通常で持っているんですが、これがなくなってダブルタッチとスルーパスが追加ということになっております。まあ本当に使ってみたい選手ですよね。でプレイスタイルはナンバー10ということになっておりますね。まあなんかこのアイコニックモーメントのね、選手たちってなんか本当に夢があるなというか、まあバルセロナに関してもですね、チャビ、イニエスタ、そしてプジョル来ておりますので、まあここら辺の選手はですね、本当にもう青春というか、そこら辺の選手ですし、あとは個人的にビクトールバルデスとかね、見てみたいところかなという印象ですね。
ということでですね、本日は短いですけども、アイコニックで本日、登場している選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当に、なんて言うんですか、歴史に残る選手たちかなと思いますので、しっかりゲットしてね、使っていきたいかなと思いますし、全然ガチスカ器用にね、いける選手もかなり多いと思いますので、ぜひゲットしていきたいところかなと思います。まああとはですね、まあどの選手が出てくるのかとかね、まあユベントスだったらジダンとかもね、所属しておりましたし、まあそのあたりの選手にかなり期待ができるところかなと思います。まあ本当に今ね、売れにあるライセンスでいうとかなり歴史のあるね、ライセンスのチームが多いかなと思いますので、ぜひそちらのねレジェンドというか、まあレジェンド選手ですか、アイコニック選手にかなり期待ができるところかなと思いますので、今後もですね FP だけではなく、このアイコニック、そしてレジェンド選手にも期待ができるところかなと思います。ということで本日はここら辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。